ロバは、哺乳後期ひ目ウマ馬か馬族ロバー族の総称、もしくは、その一種エキスアシネス。以下では主にエキスアシネスについて述べる。別名ウサギ馬。漢語ではロ。古代より家畜として使用される。原生馬科の中で一番小型だが、力は強く、記憶力も良い。学名エキスアシネスは、ラテン語で、馬、ロバの意。 頭骨全身骨格乾燥した環境や山道などの不整地に強い。家畜としては比較的少ない餌で維持できる。寿命は長く、飼育環境によっては30年以上生きることがある。ロバのジロバと馬は気質に違いがあると言われる。馬は好奇心が強く、社会性があり、繊細であると言われ、反してロバは新しい物事を嫌い、唐突で駆け引き下手で、 つぶとい性格と言われる。実際、ロバのコミュニケーションは、馬と比較してタンパクであり、多頭引きの馬車を引いたり、馬術のように乗り手と呼吸を合わせるような作業は苦手とされる。野生の馬は、序列の、はっきりしたハレム社会を構成し群れを作って、生活するが、主に食料の乏しい地域に生息するのロバは、 工場的な群れを作らず、オスは縄張りを渡り歩き単独で生活する。ロバの気質は、こうした環境によって培われたものと考えられる。ただし、アメリカのジョージア州にあるオサボシ島で最野生化したの、ロバのように、豊富な食料がある地域では、ハレム社会を構成する場合もある。紀元前13世紀のエジプトの壁画家畜化最初に、家畜として飼われ始めたのは、 約5000年前に野生種であるアフリカのロバを飼育したものとされる。古代から乗用、荷物の運搬などの刺激に徴用されたが、馬に比べると従順でない性質があり、小型でもある点が家畜として劣る点であった。逆に馬よりも優れていたのが非常に強権で素食に耐え、管理が楽な点であった。野生種の中で現存するのは、ソマリのロバのみであり、 ソマリアとエジプトの国境地帯に見られたが、ソマリア内戦の影響で激減したため、現在はその大部分がイスラエルの野生保護区で飼育されている。一方、ハワイ島には家畜から野生化したロバが多数生息している。飼い主に捨てられた無数のロバが野生化した結果、最近ではブラジル北東部各地でトラブルを引き起こしている。荒涼としたステップ地帯。 砂漠地帯、あるいは山岳地帯などを放浪していたユダヤ人はロバを知る古い民族の一つであり、そのため彼らの伝承や戒律などにもロバに関わるものが少なからずある。古代ユダヤ人たちの間ではロバに乗ることを禁じた日があった。イエスがキリストとしてロバに乗って杉越しの日にエルサレムに入る記述が聖書にある。前近代のイスラム社会では 時の死生者次第で、ユダヤ教徒やキリスト教徒への迫害が行われ、その際に、ロバ以外への帰乗を禁じられることもあった。スイスやドイツなどの欧州の国々では、護衛権の代わりにロバを使っている地域もある。ロバは、狼と犬に対して、極めて攻撃的なのだという。欧米では、護衛ロバのことを、ガードドンキーと呼んでおり、 比較的小規模の牧場や家庭菜園レベルの放牧地で護衛犬の代替として導入することが推奨されている。初めて導入する際には、メスロバや巨生済みのオスロバが用いられるが、家畜の群れの中で生まれ育ち、周囲の家畜を友とする縄張り意識を獲得したオスロバが、護衛ロバの候補としては最適とされている。護衛ロバは護衛犬と比較して、 集団で襲ってくる野犬や、狼、ピューマやクマなど自分より大きな捕食者には対抗できず、アライグマや鳥などの小動物による農作物の被害を、農場を主に積極的に通知することもないことが、短所であるが、一晩中吠え続けて近所に、騒音被害を及ぼすようなことはなく、大型の護衛犬に慣れていない、訪問客にとっては、物理的にも安全であることが長所とされる。 護衛犬のように家畜の周りをパトロールする習性は持たず捕食者が侵入するまでは家畜と共に牧草を食べているが鋭い聴覚で捕食者の侵入を察知すると自分の縄張りが侵されたと判断して侵入者にまっすぐ向かっていく性質を持つ。ロバは本能的に犬族の動物に対して攻撃的であり、 馬のように自分たちだけ真っ先に逃げ出してしまうこともなく、単独で、牧草地への侵入を試みる小羊手や野犬、狐やハイエナ等に十分に対峙できる能力を有しているとされる。ロバは犬族と対決する際、首に噛みついて、振り回したり、噛みながら、前足で踏みつぶすように激しい攻撃を繰り返すことが特徴で、家畜の群れに導入したばかりのオスロバの場合、 羊等の家畜や護衛犬ではない普通の飼い犬が、うっかり近づくと激構して踏み殺してしまうこともある。ため、護衛ロバを育成する際には、農場を主にロバの生態や本能に対する正しい知識が必要になるという。なお、南米諸国や米国西部では、護衛ロバとほぼ同じ用途で、メスや巨生済みのオスリマが護衛リマとして育成される。中国、特に河北においては、 ロバは一般的な食材の一つとなっている。多くの場合、置いて輸送などのロームが難しくなったものが食用にされる。このため、単に炒めるだけの料理では食べづらく、煮込み料理か餃子や肉まんの具や肉団子のようなミンチ肉料理にされることが多い。そのままではある程度の臭みがあるが、下ごしらえをうまくすることで中国で醤油牛肉、 カユーロ肉と言われるほどの美味に仕上げることができる。ロバニュルには、タンパク質が多く含まれ、国連からも、牛乳アレルギーのある人への優れた代用ミルクとして、認められている。ロバの皮から毛を取り、煮詰めて取るに皮は、漢方で、アキョウといい、主成分はコラーゲンで、血を作り、止血する作用があると考えられている。このため、出血を伴う症状や、貧血、 産後の栄養補給、競争、皮膚の改善などの目的で服用、配合される。阿凶は薬用以外にこれを加えた柔らかい飴なども作られている。阿凶の原料となるロバの皮膚の需要増加に伴って、ロバの頭数が世界各地で減少している。中国では1992年時点で1100万頭を 超えていたロバの頭数が2017年には76.3%減の260万頭に減少。南米ブラジルでは2007年から2017年までの間にロバの頭数が約28%減少した。2011年から2017年までの6年間で中央アジアのキルギスではロバの頭数が約53%減少し、 アフリカ南部のボツワナでも37%減少している。日本日本では時代を問わずほとんど飼育されていない。現在の日本のロバは200頭という説もあり、多くとも数百頭であろう。ごく処置から、霊地の環境にまで適応し、租食にも耐える便利な家畜であるロバは、日本でも古くから存在が知られていた。馬や牛と異なり、日本では、 家畜としては全く普及しなかった。日本にロバが移入された最古の記録は、日本初期に599年、くダラからラクダ、羊、キジと一緒に送られたとするものである。この時は、うさぎ馬一匹が送られたとされ、これがロバのことを指していると考えられている。また、平安時代に入ってからも、いくつか日本に入ったとする記録が見られる。時代が下って、 江戸時代にも中国やオランダから移入された記録がある。別称として、バチウマという呼び名も記されている。20世紀の日本でロバといえば、ロバのパン屋が最も広い地域で知られる存在であった。昭和10年代に札幌で始まり、第二次世界大戦を挟んで、昭和20年代末に拾り、昭和30年代に最盛期を迎えた。しかし、 昭和30年代末から40年代初頭にかけての頃には急速なモータリゼーションの浸透によって自動車による販売にとって変わられたため販売の規模は急激に縮小した。最も著名なパン売りのロバさんという曲を流しながら販売を行ったビタミンパン連鎖店本部が使用していたのはロバではなく基礎馬を中心とした小型馬であった。にもかかわらず ロバのパンを看板にして大々的に販売を行ったため、当時の人々に対してロバに対するイメージへの誤解を与えた面は否めない。中国ロバに乗る超華郎中国においては身近な家畜や乗り物として物語に登場する。同郷の八千の一人、超華郎やチンタン、三国支援儀の希少美子、ウイグル族のトンチ話のナスレディンエペンディなどはロバに乗って現れ、 世俗的でない風雅な雰囲気を感じさせている。聖語では、無能や見かけ倒しであることを意味する、剣路義丘、あるいは、剣路の技がある。これは、剣路を、初めて見た虎が、当初その大きさに恐れて警戒したが、見慣れると何も攻撃する技を持たないと気づき食べて、しまったという故事による。西洋においては、ロバは、愚どさの象徴として、しばしば用いられる。 キリスト教家された中世以降のヨーロッパでも、その傾向は変わらずに残る。現在でも、各国語において、ロバに相当する言葉は、馬鹿、愚か者の勧誘として用いられる。西洋でロバが不損とされたのは、ロバには頑固で、気分次第で動かなくなる、融通の効かないところがあり、騎士は馬に騎乗し、不能は牛馬を育て、ロバは、貧能が育てていたことが理由として挙げられる。 古代古代ギリシア神話において最もよく知られるロバに関する逸話はフルギアの乱す王に関するものである。この逸話は現代では王様の耳はロバの耳として親しまれている。中世愚か者としてのロバの姿は中世文学にも見出され、恒例としては12世紀の風刺集、愚者の鏡のブルネルスの物語がある。国によってはブルネルスの物語をもって 本の名とする地域もあった。例えば、ジェフリー・調査のカンタベリー物語では、この風刺はグシャ・ブルネル教と呼ばれている。近代1870年の政治風刺が、アメリカ合衆国の民主党ワロバを、党のシンボルとしている。これはもともと、共和党側によって、ジャッカスと揶揄された民主党の大統領候補、アンドリュー・ジャクソンが揶揄を逆用したことに起源を有する。 2004年11月の大統領選に向けた同8月の民主党党大会ではロバのスーイフティ君がケリー候補の応援に駆けつけたが同時手発テロ後からの限界体制の中スタッフオンリーの壇上に上がることが叶なわなかったという陳事があったアメリカで行われたプロレスの試合形式に敗者はロバに乗るというものがあったロバが主題となっている作品には下記がある ありがとうございます。